Who says liking clothes is girly? Who says liking clothes is girly? When I heard that, and I was when I was watching this, I automatically knew, no, something is very wrong, because that's not what the line was in the original. This is a duel, you coward! Don't you start talking like a girl! Who are you calling a girl? I'm a guy! And because of that, I was willing to bet that the original Japanese, even in the remake, isn't this. And so, yes, this is a very overt sign in that the Western localizers are purposely mistranslating parts in Ramahalf, and if they're done once, they're going to do it more. And they've probably done it more in other places that I didn't pick up on because I don't speak Japanese. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、以前もお伝えしましたリメイク版ランマ1/2からの話題になります。今回ですね、まあ、海外ニキからとあるメールが届きまして、現在ですね、このリメイク版が海外では案の定やばいことになっているということで、再度ね、取り上げてくれないかと、まあ、このように言うんですね。で、実際内容を見てみますと、このネットフリックスのですね、リメイク版の吹き替え版ですね。これがですね、明らかに意図的に誤訳されておりまして、本来の日本語の意味とは、まるで違うことを喋っていたというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、何なんでしょうか、この旗は。以前もですね、こちらの動画でお伝えしました、リメイク版のですね、ランマ1/2ですね。この漫画はですね、LGBT コミュニティにとって、まあ本当にいいように解釈されておりまして、自分がクイアであること、これを気づかせてくれる漫画として、非常に特別視されているんですね。そしてですね、今回、プクタの元にですね、海外日記から一通のメールが届きまして、結構こういったメールね、詳細なソースを添えて、皆さん送っていただきましてありがとうございます。すべてをね、取り上げることもできないんですが、大変ね、参考になってます。ありがとうございます。今回こちらでね、お名前をね、ちょっと公開していいかどうか確認取っていないんで伏せさせていただきますが、このように言っているんですね。ESG スコアを追求するような連中や、性的フェティシズムを持ち込む人たちによって、かつて愛していた趣味が、左派的な思想や、性的な政治に侵されることほど嫌なことはありません。スクリーンランドがランマ1/2シリーズを、トランスジェンダーをテーマにしていると嘘をつくプロパガンダ記事を公開した直後から、左派の過激派や活動家であるウォーキーたちが、これはウォーク、つまり目覚めている人たちのことですね。活動家であるウォーキーたちが、ランマを自分たちの政治的、性的アイデンティティとして利用しています。その一例として、アンソニー・グラムアリアという人物がおり、彼は左派の過激派であり、ランマ1/2をトランスセクシャルとして誤って描写する動画を作成しています。アニメをこうした政治的、性的な活動家から守るためにも、彼のプロパガンダをもう一度取り上げて否定してもらいたいと思います。もし皆さんがランマ1/2を視聴していれば幸いです。ということで、先ほど出てきましたスクリーンラントの記事というのがこちらになるんですね。スクリーンラント、皆さん覚えてますか？はい、そうです。バルネット一派ですね。もうすべてがすべてね、めちゃくちゃの記事でもないんですが、ことディズニーになりますと、ひたすらディズニーを擁護するというですね、非常にわかりやすいメディアなんですが、ここがですね、こんな記事を今年の6月に出しているんですね。ある古典的なアニメはとても先進的で、私がクイアであることを気づかせるのに影響を与えました。私が個人的にクイアであることに気づいたのは、当時、驚くほど先進的だった古典的なアニメからでした。LGBTQ+ コミュニティのメンバーは誰でも、何かしらの形で自分のアイデンティティに気づいた瞬間を経験しています。そしてこのアニメは私にとってその役割を果たし、自分のジェンダーアイデンティティを受け入れるのに役立ちました。そしてね、皆さん、海外でね、ランマ1/2というのはこういう風になってるんですよ。高橋留美子の漫画を原作とするランマ1/2は、トランスジェンダーのコミュニティにとって大きな象徴となっています。これについてはですね、前回の動画ご覧になってくださいね。視聴を続けているうちに、ランマ1/2が女性らしさを肯定的に捉えていることに気づき始めました。生まれた時に割り当てられた性別が自分にとって正しいのかどうか、これを疑問に思うことは非常に肯定的であり、ランマ1/2のようなメディアはこの疑問を解消する素晴らしい手段となっています。そしてね、この大問題となるのは、この解釈の違いですね。満月の下で、狼男が変化するように、強制されるのではなく、ランマのジレンマを、自分の意志で変えられるものと設定することで、男と女を行ったり来たりするのは、ランマの選択であるという考えが確立されています。ということで、まあ、普通に見ている方であれば、水をかぶることで、
強制的に女性になってしまうと、つまりこの方が言っている狼男と同じような形でね、捉えてる方がほとんどなんじゃないかなと思いますが、この記事の筆者は違うんですね。ランマというのが自分の意思で性別を変えられるように設定されているんだと、このように解釈してるわけですよ。で、こちらにね、非常に自分に影響を与えたエピソードというのも掲載されているんですね。このエピソードを見て以来、私の人生は良い方向に変わりました。ホルモン補充療法を始めて1年になりますが、パートナーと暮らし始めてからさらに長い時間が経ちます。ランマ2分の1が果たした役割は決して忘れないでしょう。このアニメは非常に先進的で、私自身のクイアな自己発見を刺激し、あらゆる面で私の人生を良い方向に変えてくれました。そしてこちらね、先ほど出てきましたアンソニー・グラムアリアという方ですね。ちょっと名前難しいですが、でちょっとですね、プクタこの方に関しては調べきれなかったんですが、まあかなりねネットでは物議を醸している人物のようですね。まあかなりいろいろ言われてましたよ。でこちらの動画ね、つい先日公開されました。はい、タイトル見ていただきますとこれですよ。ランマ2分の1はあなたをバイセクシャルとトランスジェンダーにするとね、2.5 万回再生されておりまして、はい、こちら見てください。現在ですね、高評価1800件に対し低評価1024件というね、ものすごい低評価率となっておりますが、まあこういったことからもね、内容はお察しなんじゃないかなと思います。一応ですね、この方は、そもそも高橋留美子はこれを意図していないと、これはね、ちゃんと明言していました。なんですが、まあ基本的にはね、このランマ2分の1というのが、いかにゲイなのか、いかにトランスジェンダーなのか、いかに LGBTQ プラスなのか、まあ、こういったものについて語っている動画なんですね。そしてですよ、じゃあ実際のね、リメイク版、これがどうなっているのかという話になりますが、それがね、こちらになりまして、YouTube 動画なんですが、このね、ナイツウォッチさん、私の心配が正解だった。スタジオイルノが、ランマ2分の1の翻訳で、目覚めさせていたことが明らかに。ということで、この動画ね、本当に面白くって、メタトロンさんもね、協力してるんですね。概要欄にこれ貼っておきますんで、ぜひね、ご覧になってください。これはですね、ネットフリックスのリメイク版のランマ2分の1ですね。この吹き替え版が明らかに意図的にですね、誤訳されているのを詳細に検証しています。で、ここで、ランマとリョウがですね、この二人が戦っているんですね。で、ちなみにね、ここにキャプションがついておりまして、吹き替え版ではですね、このまま喋っています。このシャツ気に入っていたのに、破ることはないだろうと、このように言っているんですね。そしてね、ここ、まあ、ランマ映っていますが、これは、リョウがのセリフです。格闘の最中に Girly の話で時間を無駄にしたくないということで、こちらね Girly とあります。こちらが本日のキーワードになります。 Girly、 化粧やピンクなど女性や少女によく見られるものを楽しむことということで、こちらね Girly というのは女の子っぽいという意味になります。これは日本でもそのまま使えますよね。ガーリーファッションだとか、ことですね。かなりね、年齢層が下と言いますか、まあ少女ですよね。これがもう少し大人っぽくなるとフェミニンと言ったりもしますが、まあつまりは女子っぽい、少女っぽい、まあこういった意味になります。ということでこちらね、どのようになるかと言いますと、格闘の最中に女の子みたいな話で時間を無駄にしたくない。このようになります。まあこれはリョウガのセリフですね。そしてここです。まあこれに対してランマが何と言っているかということですね。服を好きになることが女の子らしいなんて誰が言ったんだと。皆さんわかりますかこれ。つまりこのランマはですね、自分が女だと言われたことに怒っているのではなく、男なのに服を好きになることの何がいけないんだと怒っているんですよ。じゃあね、これ実際に日本語ではどのように言っているか、この動画にですね、以前もね、ヤスケの件でこのチャンネルでもご紹介しましたメタトロンさんですね、方ね、日本語喋れますんで、ゲスト出演しまして、実際に元のセリフとどのぐらい違うのか検証しています。 Let's see what he's actually saying。勝負の最中に女子みたいなことを言うな！ということで、ここではね、メタトロンさんの解説を聞くまでもなく、皆さん日本語理解できますので、今ね、リョウガが言ってました。勝負の最中に女子みたいなことを言うなと。そしてここですね、まあ注目のそれに対してのランマのリアクションですね。なんて言ってるんでしょうか。Let's see what Ranma's reaction is, because I think that's the focus. 俺のどこが女だ！俺のどこが女だ！ということなんですよ。ここにね、ちょうどね、英語バージョンのキャプションというのがついていますが、服を好きになることがガーリーなんて誰が言ったんだ。実際はですね、このランマーは、俺のどこが女だと、女だと言われたことに対して怒っているんです。なんですが、吹き替え版ではですね、服を好きになることのどこが女の子っぽいんだと。この文章ですね、一体何が言いたいのか、一見するとよくわからないですが、先ほど見ました。これですよ。これを踏まえると、何を言いたいのかよくわかるでしょう。このランマというのはですね、トランスジェンダーの視点でセリフを言ってるんですね。俺のどこが女だ。ランマ is not saying who says liking clothes is girly. This is complete fabrication, total fantasy. そしてね、このローカライズを担当しているのがこちらですね、スタジオイユノというところのようで、日本はね、東京の日本橋に会社構えているようですね。そしてね、ここいきなりジョークですよ。
完璧であることを目指します。品質管理が全てを決める。イルノのグローバルチームは翻訳の専門家、音響監督、ワールドクラスの声優陣、プロジェクトマネージャーに至るまでエンターテインメント産業での経歴を重ねてきたメンバーばかりです。そしてね、ここなんですよ。あらゆる言語や異なる文化のニュアンスを理解し、尊重しながらコンテンツの本質を失うことなくローカライズします。ね、よく言ったなと思いますが、今回ですね、このランマ2分の1のローカライズはこのスタジオイユノというところが担当しているようですね。そしてね、このナイツウォッチさん、その他にもね、いろいろ検証されておりまして、こちらですね、実はですね、このキャプションというのは複数用意されているということで、音声をですね日本語にして、それに対しての字幕をつけると正確に翻訳されるというんです。ほら、ここ見てください。誰が女だと、とこういった字幕がちゃんとついているんですね。ですので、まあ、標的になっているのは英語の吹き替え版に限られているということなんですね。これはこれで結構タッチ悪いと思いますけどね、日本人が気づかないので。ですので、このね、ナイツウォッチさんは、まあ、元のね、ニュアンスを正しく理解したいんであれば日本語版で見る方がいいんじゃないかと、まあ、このようなことを言ってるわけですね。はい、ということで本日はですね、あのリメイク版ランマ2分の1が案の定活動家によりいいように利用され、さらには翻訳版も明らかに意図的に誤訳されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。あのね、ランマ2分の1を見て自分はこう思いました、ああ思いました、ちょっとさすがにね、スクリーンランドがこれを掲載するというのもどうかと思いますが、あのね、個人レベルだったら全然問題ないと思うんですよね。ですが、これはダメじゃないですかね。全然意味合い変わってきますので、まあ、そもそもですね、このランマ2分の1リメイク版の、まあ、つまりはオリジナル版ですね、日本語版、これもですね、本来の旧アニメ版、あそこよりはね、かなり表現というのが緩くなっているようですね。まあ、これはね、時代の流れもありますから、まあ、特に男女に言及するあたり、かなりマイルドな表現になっているようです。そして翻訳版に関してはですね、そこからさらにアレンジというのが加えられていて、もうもはやですね、ランマがトランスジェンダーを擁護しているみたいになってしまっているというわけなんですね。もうこれ全然違う話になってしまうんで。ちなみにですね、先ほどの動画というのはね、募金活動が設定されておりまして、YouTube これ設定できるんですね。これね、ちょっと日本からは見れないんですが、どこにね、設定されているかというと、のトレバープロジェクトなんですね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。